始まったね。これやってほしい、まひちゃんに。何それ、この、うん、やったんだ。それ一人でやってるんだ。いいおやったね。あ、やっほー。待ってね、コメントまだ来てないかも。あ、来てた。大輝やっほー。あ、いちごくんやっほー。やっほー。大輝がトップバッター。あれ、ケーブルちゃんといるね。いけいけ。インテグやっほー。おいす食肉センター。あ、近藤さんやっほー。また夜も始まりました。いや、インテグハートミーありがとう。これ漁師の人アクアでいいの？名前アクアでいいのかな。どうかな。お名前忘れずにね。そう、名前と職業一緒に送ってね。これどうやって、これどうやって送るんだろう。何を？はい、あ、赤でいいんだ。これはもっとなんだろうな、難しいな。何だ、何をしてた。あれだよ、あれどうやってここからコメント送るんだろうって思って。そこから送れないよ。あ、送れないんだ。うん。いちごくん調査兵団。調査兵団違うやろ。大気象防止。あ、ひかるちゃんやっほー。やっほー。おはよう。食肉センター。なお。たけちゃんもおはよう。おはよう。まだまだみんな間に合うから送ってね。職業と名前セットで送ってね。送ってね。あ、ひかるちゃん今仕事終わりました。お疲れ様。なる初見お邪魔します。いらっしゃい。ホテルマン。おお。いらっしゃい。たけちゃんハートミーありがとう。ホテルマンってお盆の時期とか忙しかったんじゃないんですか？確かに夏休みね。ね、どうでした？今日はスーパーテイン、はい、スタバーを飲みながらお届けします。飲んでます。みんなの職業と名前教えて。教えて。てん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 。あ、ひみつちゃんやっほほー。来ちゃった。待ってた。ドイチューこんばんは。あ、なるさんハートミーありがとう。書いたよ、ちょうど。なるさん今書きました。いちごくんもハートミーありがとう。いちごくんって施工管理だっけ？あれ副業だっけ？ホストかと思った。ああ、そっか、それだそれだ。ちょっと用事あるから落ちます。大輝ありがとう。あ、ごくん初見です。ありがとう。館長ハートミーありがとう。館長も書きますよ。たけちゃん今日来れたよ。やった。ありがとね。ディオブランド初見です。いらっしゃい。電気工事士。おお、まだ出てない電気工事士。ずるずるいっちゃった。あ、ひみつちゃん初めてのギフト。ハートミーありがとう。ひみつのこうちゃんこんにちは。データサイエンティスト。データサイエンティスト。サイエンス理科データ理科。マリルコさんどういうお仕事だ。あ、エリカさんやっほー。ジョージひもひも書いてる子かわいい。館長かわいいでしょ。印刷技能士の子はココでいいのかな。名前みんな職業と名前も一緒に送ってほしい。名前ない子飛ばしちゃうかも。お願いします。ひみつちゃんギフトありがとね。ありがとう。魂のルブタンひよかんガッティ。あ、アイスフォローありがとう。アイスちゃん曲は選ぶどん。お名前みんな書いてね。ピーチカビゴン高校教師です。カビゴンっていう名前ね。高校生です。女っていう名前でいいの。名前も一緒に送ってほしい。ひみつちゃん初ギフトもっと送りたいけどない。いいのよ、ありがとう。もうそのね、そのあれだけが嬉しい。気持ちだけ嬉しい。警備、あ、くまやっほー、幼稚園の先生、あ、よしよし来たよ、くまバラありがとう、ありがとう、あ、ここでいいんだ、印刷技能士、オッケー、ジョージジョージバラありがとう、保育教諭、エンジニア寮、エンジニアの寮区は何のエンジニアなんだろう、なんかシステムとかなんとかとかサービスとかあるけど、なんだろう、教えて、あ、まみるこフォローありがとう、ねねねねちゃんもありがとうフォロー、今上から順番にね読んでるからね、ちょっと待っててほしくて、もし早く書いてっていう子はよかったら YouTube チャンネル登録してくれたら先に書きます。あ、りょうくんはウェブエンジニアなのね。オッケー。ウェブ。ジョージブリーダー。え、犬のブリーダーかな。クマ、看板準備してたら遅れた。看板準備してたら遅れた。でも看板の方が大事かもよ。ジョージ、紐はダメか。え、紐いるよ。紐書いたよ、ジョージ。あ、ねねちゃんだ。バラありがとう。ディズニー。後期ケアワーカー、こんな連投しなくて大丈夫。オリッチソフトウェアエンジニア。あ、さっきね、りょうくんがウェブアプリケーションエンジニアで、オリッチがソフトウェアエンジニア。はじめまして、みおさん。はじめまして、介護士です。介護士さん結構いる。いるよ。農家ですしな。建設なん、機械士。待機、バードケアライザーって何？バードケアライザー、あ、鳥か。バードだから鳥かな。すごい、みんな、もっと送って。アスラ、アニソンボカロ DJ。すごい、DJ。よし、書いてちょ。今ね、上から順番に書いてるからね。5番に書かれるかな？消防士だから。待っててね。ヒデさん学生ありがとう。あかねちゃんは看護師。あ、看護師いっぱいいるね。まだでもこっちには出てないんです、ね、おお、まだ出てません。待っててね。高校教師、公務員、みゆさんはじめまして、看護助手です、みゆ。今日は看護師さんいっぱいいるけど、看護助手はね、みゆさんが初めてかも。うん。ゆひ地面師です。あ、もういいです、それ。飽きました。さすがにもっと面白いネタ考えてください。もっとゴロゴロ出るような。RYRES の人、消防士、お名前教えてほしいな。みんな名前と職業セットで送ってほしい。お願い。IT エンジニア、りょうくん。お昼の配信で、あ、のんのんバラありがとう。ありがとう、カウンセラーのんのんね。配信で書いてくれてありがとうございました。また来てくれたのね、嬉しい。あ、のんのんまたありがとう。ゆき、こんばんは。保育教諭、ちょっと保育士に入れます。お願いします。くるぶし製造業、何の製造してるの？なんか、食とか。たけや、こんばんは。ハートミーありがとう。みんな今ね、上から順番に書いてるからね。あ、消防士はりょうくんね、このオレンジ。オッケー。美容師、すごい、美容師2連続。別班デヒュって何？別班って何？りょうくんはバスの運転手。オッケーオッケー。くるぶし車です。え、何があ、製造、車の製造ね。オッケー。解体屋してます。お昼書いてくれてありがとう。夜は間に合わなかったかな。いや、クマまだいけると思うよ。あ、クマいた。1番にいる。よかったね。間に合ったよ。看板出してても間に合ったよ。間に合いました。主管機、重鎮機の製造。主管機って何？これ、熱燗の缶みたいな感じだから。日本酒入れる器作ってんのかな、キヨさんは。おちょこじゃないの、日本酒ってでも。おちょこ、え、飲む方はさ、おちょこじゃん。入ってる、あったかいのが入ってるみたいな。ゆっき、いつの間にか4000になってる。そうなの、みんなのおかげで4000人に書いてくれてありがとう。だってクマがいいえ。看護師多い今日。よし、別班ってビバンのやつじゃん。あ、ビバン、あれビバントって呼んでた。まださ、あれさ見たことないんだよね。ニノのやつでしょ。あれねねちゃんって登録してくれてたっけ。専務、えねね専務、いやジム、ジムのねねちゃん、ねねちゃん前も来てくれたよね。登録してくれてる。ああ、でも覚えてるかも。してくれてたような気がする。どっちだっけ、してないか。教えて、いたら教えて。登録してくれてたっけ。サイン業、調理師、すごい。看板準備してたらバルーンないだ、大看板来てないとか、バタバタ忙しい忙しい頑張れ。つば九郎フォローありがとう。ありがとう。ゆきみつあみ、かわいい、かわいいでしょ。ありがとう。登録してます、知っています。みんな今上から順番に書いてるから、もしよかったら YouTube 職業調査隊で検索して登録してくれたら先に書きます。優先的に書きます。木をお酒を温める機械を作ってるんだね。すごい。あ、熊のこれピン止めしたい。どうぞ。いきまーす。だらん。スナイパー、唐揚げ、スミン82ほらありがとう。みんな名前と職業セットで送ってね。お願いします。お願い。ゆきばらありがとう。嬉しい。嬉しい。嬉しい。あ、りょうくん、猫の足ありがとう。かずち、バラありがとう。うるピーマン。介護リーダー、介護士リーダー、すごい。介護士のトップみたいな。すごいね、みんな。今日みんなお休み？どうなん？ 3 連休みんな。あ、確かに。どうなの？教えて。ゆっきー、もんちっちありがとう。もうちっち、明日ば早く読んで。え、明日ば何送った？もう一回送って。よろしく。もんちっちあったね、もんちっち。なんかイベントが今日からみたいな。イベントやってる。看護師。クマ、転生したらクマだったけん。クマ。職業クマ。名前クマ。あ、明日ばあった。遺跡発掘してる人ってこと？レモン。じゃあなんか研究医的な感じなのかな。研究者みたいな感じ。ユッキー、うちの地元の名産品だよ、モンチッチ。ガッティ。モンチッチってさ、日本で生まれたけど海外で今人気あるみたいな。聞いたような聞いてないような。どうなんだろう。どっちやねん。我がカスかなんとかく、これなんだっけ、カスシカクみたいな。カツシカクか。ラブ中毒、バラありがとう。こんばんは。今日、明日休み、月曜仕事。2連休だ。みおちゃん、基本連休なくて明日お休み。もうみんな明日ゆっくり休んで。ねえ。りょうくん、バス運転手。あ、おきれい、やっほー、ちら。葛飾区。思いました、葛飾区。かずち、明日仕事です。うわー、明日仕事の人もいるのか。日曜なのに。ねえ、頑張って。名前わかんない。応援してるよ。こちら葛飾区上あれ公園前ハッシュジュ、あれじゃん、なんだっけ、こち亀だ。葛飾区、あー確かにぽいっていうかぽいこち亀ぽい。おきれい、おつお疲れ様。お疲れ様。みんなの職業と名前集めてるから教えてね。今ね、上から順番にね、まひちゃんが頑張って書いてくれてるから、そう、もしよかったら YouTube ね、職業調査隊って検索して YouTube 登録、チャンネル登録してくれた方は優先で書きます、先に書きます。よかったら待ってるね。あ、明日ば来たよ。遺跡発掘。本当に本当になんかあれなのかな、塗装、土地、塗装なんだっけ、地層とか調べてんのかな。本当に本当かな本当にトレーラー運転手よ。りょうってバスだよね。バス運転手、理学療法士、学校事務、ラブ中毒、個人事能従業主、ラブ中毒、寿司職人。100個集めるとランダムで1つ職業を奪います、なんてこった。あ、ディオタちゃん、職業小学生音楽専科。ユッキー、夢の中で職業は宇宙飛行士とアメリカ大統領です。すごい夢の中ではね、夢は見たもん勝ちなので。そうですよ。助産師、パーソナルトレーナー、すごいね。熱処理加工編集者、ブタタン編集者って何の編集してるんですか？教えて。雑誌とか。聖子、こんばんは。市役所職員です。みんな名前書いてね。名前みんなお願いします。名前わかんない人飛ばしちゃうからよろしく。あ、ブタタン雑誌、雑誌か、すごい。ファッション雑誌とかですか？校閲みたいな。別版って何？それは茶菓子だって。あ本気にしちゃうぜ俺はフォークリフト運転手、オキレンね。そんなオキレンは今犬とイチャ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 してるイチャイチャ。消防士、救助隊、すごい。技能ぎしぎそう。クマ、タモちゃんの靴下の柄を見る仕事今日はガンコちゃん。リオフォローありがとう。ユキ、アメリカでデロリアン型のタイムマシンを作る制作を打ち立ててきました。夢の中でね。これ大事。夢の中でねが大事。動物の世話係。あ、看護師か、動物看護師。栄養士。軽装業のロット化してます。ロット買いとか言うけど、ロットアイコンが愛犬だよ。かわいい子。チワワだよね。おきれんだ。竜也かな。フォローありがとう。エレン、自衛隊。何の自衛隊だろう、教えて。すむちゃん、こんばんは。こんにちは。こんにちは。くま。ましちゃん、裸足率高いから。そうなんだよ。靴下履いてほしいの？あ、サボるハートミーありがとう。ありがとう。チワワ、おきれん、チワワかわいい。私のお家にはね、スムースチワワがいるよ。ノイズちゃん、ハートミーありがとう。アニメーター。キャリア調査チーム。すごい。管理栄養士、保険会社、コールセンターね。言語聴覚士。あ、ST って書いてくれてる。優しい。ゾラさん優しい。言語聴覚士。もうね、覚えました。私は覚えた？うん。ブタタンフォローありがとう。野草処理班、何のぶこれ本当に？オキレンも元自衛官。オキレン元何自衛官？タツノコ、お疲れ様。ユッキー、ロットって L じゃなくて I じゃない？ IoT ってこと？ IoT って何？結局何？ロット無職も OK。 マサ、調査兵団2人目なんだけど、今日だから違うのにして。かぶらないでかぶってるから。ノイズちゃん、就労支援員です。寝ましたかね？まだ出てない。何型だろうねえ。何型から何型まであるの？ Z まであるの？いや、 A と B しか知らない。C 型とかあるのかはてな。無職じゃなくて自宅警備員ね。ユッキー IoT だよ確か。 IoT ってなんだ？ウェディングプランナー。おきれい、陸自で戦車の運転整備したよ。すごい。 IoT はインターネットつなげて作業を自動化する的なやつ。へえ。ノイズちゃん、私は移行支援です。 A 型 B 型とかじゃなくて移行支援っていうやつ。あ、リュウヤ、スーパーのパート、スーパー店員だ。今日ね、スーパーいましたよ。いましたね。小学校教養、家具のロット、あ、IoT 化とか言うよね。タモっていう名前がいる。初めて見た。栄養士だ。この間だってマヒって言ったもんね。すごいね。タモさん、私も名前タモなの。仲良くしていけろ。ユキ、家具じゃなくて家電か。空自パイロット、レレレのレーン。交通管理隊、運送会社、コールセンターのオペレーター。すごい。コールセンってやつね。コールセンだ。コールセン2人目だ今日。みんなよかったらね、 YouTube 一人上がってるな。 YouTube のね、チャンネル登録してくれたらね、先に書くから。よかったらしてね、したら教えてね。いおりちゃんフォローありがとう。浅草って確か登録してくれてたよね。してくれてた気がする。結婚式サービススタッフすごい。ノブフォローありがとう。ユッキー、やっぱ5の倍数がしっくりくる。5の倍数でアホになりますか？み、教師何の先生だろう？詳しく教えてほしい。タモ、ニックネームがタモなのですか？そうですね、ニックネームも名前もタモですね。帳場師やってます。なぎさ。この前、競馬初めて行きました。あ、行きました。負けたね。負けた。なんか最強の女っていう馬にかけたい。負けた。負けてた。みや高校の先生なんだね。ひ、車のディーラー。くま、たも、りりが、あ、りが名字的なね。70、公務員やってます。あ、公務員2人目かな。2人目だ。脱毛サロン経営。おお、響きっていうのものかな。通関士やってます。レコチャミかな？シール屋さん。みんな名前も一緒に送ってほしい。シール屋さん。どんなシールだろう。ヨセッコ、オレオ、ヤクルトレディやってますの子は名前 JK2 でいいのかな？どうなのかな？みんなよかったら YouTube ね、フォロー、チャンネル登録してくれた子は先に書くから。そうそう。教えてね。登録まだね、今日誰もしてくれてないから一番なってほしいな。なってほしいな。し、臨床工学技師やってます。おお。中丸は公務員の中でも自衛隊をさせていただきます。何の自衛隊だろう。時計技師。おお、時計修理人みたいなのはね、聞いたことある。ピンチョス田中。昔 NHK の料金徴収員をしていました、ゆっき。あれってさ、玄関でさ、警察呼んだのでもう少し待っててくださいって言ったら帰ってくれるって、昨日 TikTok で見た。そうそうそう。テレビないって言えば帰るくない？でもなんか、今は iPhone でもテレビ見れるからみたいな言われるんだって。そんなことあるかい？そういうことね。でも警察、ダメなことしてるのじゃあ。え、わかんない。 NHK が変えるってことはめんどくさいからじゃない？そういうこと？警察に絡まれたらどうなんだろうね。ふみこ平井テレビに出てます。すごい。なんでカメラマンですか？アマチュアボクサー。ひみきフォローありがとう。陸上自衛隊だったんだ。ゆっきー契約しちゃったら無理やね。玄関先で説教されたことはある。なんかしつこいイメージなんだけど NHK の人って、ね。でも引っ越すタイミングで実家に帰りますって言って解約した。へえ。中丸フォローありがとう。陸自の中丸。あ、一人増えた。チャンネル登録してくれた人いる？なんか増えてるんだけど教えてほしい。ゆっきーこっちも仕事ですからね。さあ NHK の人も大変だよね。あれとかね、宗教のさピンポンとか。あれさ、なんかよく TikTok で出てる。あれ本当にやらせなのかなって思うよね。ピンチョス田中。僕は修理じゃなくて開発設計製造なので。時計を開発設計製造。すごい。開発系聞いたよ。事業開発か。おお。オレオ登録しました。ガッティオレオね、さっき送ってくれてたよね。探すね。教えて。オレオオレオごめん、オレオもう一回職業教えてほしい。お願い。追いつかなかったっぽい。天才最高、天才最高、ドッグトレーナー。はじめまして、コウジです。司会師です。はじめまして。NHK の人はあんな料金徴収は直接やんないよ。末端の委託会社に全部任せてる。そうなんだ。公務員、市役所職員って公務員よね。公務員かも。あ、オレオいた。いいよ。溶石工だ。いない。溶石工はまだいない。いないから書きます。はい、オレオ書きます。あ、文彦さんと中丸もか。中丸は陸自じゃん。文彦さんなんだっけ、もう一回送っといてほしい。私が追いかけます。いや最高。あ、間違えた感じ。全部違うよ。えいえい。溶接工のオレオ。オレオありがとう。書きました。ありがとう、登録嬉しい。そして次、はい、陸自の中丸ありがとう。中丸、はい、ありがとね。ありがとね。書いたよー。じゃんじゃららーん。皆さんチャンネル登録ありがとうございます。他の方もお願いします。早く書きますよ。あ、ゆっきーありがとう。連投しなくて大丈夫だよ。順番に書いてるからね。ありがとう。そうなの、アップルでスペシャリストやってます。あ、文彦さんいた。いいよ。昆虫カメラマンだって。え、ちょっとカメラマンで書きます。そう、テレビ出演しています。すごい。文彦さん書きます。文彦さんありがとうございます。昆虫の専門ってことなのかなね。じゃん、書きました。ありがとうございます。足早さん系やワークス。この公務の人さ、今日消防士めっちゃ多いな。多い、うん、名前一緒にお願いします。あと7人で4040人だ。今日行くかな。行ってほしいな。したいな。みんなよかったら YouTube チャンネル登録してくれた方はもう先に書くので言ってくださいね。してくれた人はお願いします。不動産総合ディベロッパーです。おお、ディベロッパー整備屋さん。あくまありがとう。名前と職業をセットで書いてください。名前ないと飛ばします。連投しなくて大丈夫です。お願いします。そうなんす。あさみちゃん栄養士。栄養士今日いたな。今書いたばっかり。おお、ルーパスチャンネル登録しました。上がったら書くのでルーパスの職業も教えてほしい。お願いします。あ、上がった。ルーパスの職業を教えて。電気工事シコーマン YouTube 登録しました。ガッティシコーマンのも初見です。ありがとう。シコーマン、シコーマンの職業も教えて。ユッキー今日もラブイズのジャージかわいい。かわいいよね。楽そう。めっちゃ楽けどちょっと暑いね。暑いんだ。うん、天才最高、登録しました。上がったら書くので教えといてください。あ、しこまいた。漁師ね。次書きます。漁師出てる。あ、いやお、4番にいた。しこまん4に天皇ののマン。こんな感じ。あ、そうそうそう。あと私はユッキードンキで売ってるの。ドンキね。コラボみたいな感じ、はい、そうそう、コラボ。ありがとうシコーマン。ルーパスは探すか。ルーパスいるかな。ノクソ処理班なんだそれ。私も同じこと言った。当時あ、上がった。ルーパスいたら教えてね。あ、天才最高、書くね。はい、どうぞ。ドッグトレーナー。が天才最高だった。天才最高、はいはい。天才最高にしました。アシコーマンハートミーありがとう。名前なんだろう。天才最高だった。あー、ちょっとごめんなさいね。天才最高これはよくわかんないよ。ありがとう登録嬉しい。ユッキー欲しい。でもなんか結構すぐ売り切れてたイメージ。そうなの。買おうかな。お揃いにしないよ。ヤマト地面師やってます。おもんないです。面白くないです。もう飽きましたそれ。木村自転車。え、木村自転車っていうさ、朝日みたいな感じ？おデブちゃん。食肉加工業。しんごちゃーん。ミッドナイトカンガルー。こんばんは、こんばんは。あ、しんごちゃん、ハートミーありがとう。おデブちゃん、そうです。おー。自転車や、自転車の匂い好き。なんかゴムの匂い。あ、うん。好きですの。あと、新車の車とかの匂いも好き。まひちゃんとおそろとか照れるやん。かいな。これでも本当は白が欲しかったんだよね。白は誰だっけ？スモッピーか。これはぴょんち。かわいい。かわちいです。スーパー達也。家電屋。カメちゃんやっほーやっほーん。でもドンキならサンリオの服も欲しいんよな。サンリオとさ、ドンペンのコラボの服あるじゃん。悩むぜ。カメちゃん今振り付け投稿してきて見に来たよ。ありがとう。振り付け投稿してきて見に来たよ。カメちゃん待っていました。サイト改善。ボンちゃんの息子。あ、地盤改良庫。略したら地盤なんてか。タイガー自衛官。何のタイガーだろう。あ、何のタイガーじゃない。何の自衛官だろう。教えて。ムックハートミーありがとう。かみちゃん45秒の曲でオリジナル振り付け作った。すごーい。あ、そういう曲があるのね。ゆっきー、そろそろ今日の晩ご飯の豚汁作る時間だから、またありがとう、来てくれて。ドンキで買ったら教えてね。インストラクター、エンジニアリング、デザイン。ムックこんばんは、こんばんは、やっほー。あ、タイガーは陸自なんだね。陸自ね、二人目かも。うん、海が出てないやと。そう。カメちゃん、そう。45秒っていう曲があるんだね。カズヤン、ハートミーありがとう。みんなよかったら、今上から順番に書いてるから、YouTube チャンネル登録してくれた方先に書くよ。バーコード葬儀社です。で、葬儀屋さんも書きたいからよかったら YouTube チャンネル登録してほしいな。お願いします。登録してくれた方はコメントしてね。すぐに書きます。バス運転手。SK2。はやとフォローありがとう。みんなの職業を100個集めてます。クマ足でクッション引き寄せた。驚いてる。見たわね。ウキウキコールセンター。コールセンター今日3人ぐらい見たな。みんなコールセンターで働いてるのね。コールセンターって制服あるのかな。なんかさありそう。ちょっと綺麗ななんかスーツのオフィスカジュアルじゃないなのかな。通関士ってなんだっけ。何かを通関するんじゃない。なんか電車系かな。ぽい。なんかコメント止まっちゃった。みんなの職業と名前を教えて。今順番に書いてるからね。あと4人で4040人だ。 YouTube のチャンネルお願いします。待ってます。みんなのおかげで4000人超えました。かつやリクルートスーツじゃない。ガティ。あ、でも確かに大学の時なんかさ、バイトでさ、コールセンターで働いてる子スーツで出社してたわ。初見です。ありがとう。初見ありがとう。駅員です。ピンクの人洋服パジャマじゃないよ。パジャマのようでジャージだよ。飲食学技士森田ビールメーカー。どこのビールメーカー。AD わし。今日も埋まるの早い。あっという間だ。でもね、ここからが大変なんだよ。星です。男性保育士出ましたか。保育士はねいっぱいいるんだ。でもあ、いるかも。いないかな。いないかも。保育士はいる。保育士はいるけど男性かはわからないな。あ、せなちゃんこんにちは、納棺師です。先日も来させていただきました。ありがとう、また来てくれて。あと418年で4444人だ。刻んでいく。あ、中丸ここに入れちゃったよ。中野とか陸自って公務員なんかい。ウェブ制作と洋服のデザイナーやってますが、誰かとかぶりましたかね。ウェブ系はなんかいたな。ウェブエンジニアはいた。でもはっくんがウェブエンジニアなの。かめちゃんジャージか、パジャマに見えた僕初。中学教師。おお。生活相談員は出てます。まだ出てないですね。ゆういちは大工。みんな、あ、たつのこただいま、おかえり。ここら辺に今コメントくれた子たちはちょっと書けるか厳しいから、よかったら YouTube のチャンネル登録してくれたら確実に書けます。はい、お願いします。お願いします。エンジニアじゃなくてウェブデザイナーの方です。エンジニア中丸書いてるよ。中丸はな多すぎ今日。登録してくれたのに。全くもう、学生とかどうですか。学生ね、いるよ。トラックドライバーたちの子。配管工は、溶接工は出たけど、配管工はどうだろう。よかったらみんな YouTube のチャンネル登録してくれたらとっても嬉しいです。お願いします。お願いします。あ、ルーパスいた。コメント見えてますかね。見えてません。職業を言ってるんですけどなかなか読んでもらえません。待ってましたよ私。多分職業跳ね飛ばされちゃって弾かれちゃって全然こっちにね届いてなくって、なんか何かが引っかかってるから、カタカナとかひらがなとかでちょっともう一回送ってほしいかも。ルーパスお願い。くま、そうくま YouTube 職業調査隊で検索、登録したら登録したよって教えてね。すぐに書くよ。そうです。高見風太、林業です。 C は学生。フォアマンって何、このアットマークの人。フォアマンってなんだ。ルーパスなんだろう。このスヌーピーちゃん待ってましたよ私。こんばんは。荷受けと倉庫業、農業してます。浅草。今日は Amazon 本社で会議室名のサインプレート交換作業をしました。おお。あやめ、薬局ジムありますか。ジムはジムだね。薬局は出てないかな。カジノディーラー、スイミングコーチ、航空管制官。おお。たつのこ、昨日2台で登録した YouTube。え、配信の時してくれたんだっけ。ルーパス、あれカタカナで打ってるのにっていうのは届いてるのよ。え、そしたらひらがなで送ってみて。最初ひらがなだったのかな。1文字ずつ送るから。あ、そう、1文字ずつ送ってみて。まずハートミーありがとう。たつのこそうだよ。あれだよね、昨日登録してくれてたよね。昨日、おとといかな。あ、おとといか。おととい登録してくれたのかな。ワーマンは船積みのプランニングや監督する仕事。じゃあ監督だ、ワーマン。あ、ラパンフォローありがとう。県切よしみ、航空管制官。昨日配信なかったからね。そうだ。アイアンジョブ。ガイニサス、コメント失礼します。いらっしゃい。なんだろう。なんか言われる。タック陸自、ルーパスいるかな。一文字ずつ送ってみてほしいな。ガニサスフォローありがとう。リンゴ農家助教授。今送ってくれてる子たちね、今上から順番に書いてるから、もしよかったら YouTube チャンネル登録してくれたら確実に書けます。あ、フォアマンの子フォローありがとう。ありがとう。じゅん、ライブシェアしました。ありがとう。たつのこはトラックドライバー、ありがとう。無職です。すみません。謝らないでください。自宅警備員います。無職がいる今日。無職。なぎりまゆ、こんにちは。こんにちは。あ、次の95番からはね、みんなチャンネル登録してくれた方限定になります。そうなんですよ。ここからはなので YouTube 登録お願いします。介護士ってもう出ました？出ました。電気工事施工管理技師。おお、施工管理はねいた気がする。K フォローありがとう。なぎりわゆ、溶石工かな。溶石工も出てるね。出てるよ。あ、どうしても弾かれる。このコメントが届くんだけど、なんだろう、なんかさ、私たちが考えるからなんか仕事内容そうそうそう、仕事内容を送ってほしい。ルーパスお願い。カメちゃん動画クリエイター。おお、編集者はいたね。ね、編集者はいた。あと6人チャンネル登録してくれた方書きます。ここからはね YouTube チャンネル登録してくれた方を書いています。あ、結婚式でメイクしてます。調べてください。カタカナの長いやつ。調べます。結婚式メム、チャンネル登録したけど書いてくれないの？え、メムチャンネル登録したって送ってくれてなかったから分かんなかった。メムのヘアメイクアーティスト。え、ルーパス合ってる？ブライダルヘアメイクアーティスト合ってるかな。あ、そうです。だっておお、書きます。お待たせしました。何が引っかかってたんだろうね。ブライダルメイクヘアメイクアーティストね。なんでだろう。ありがとう。メム弾かれちゃったのかな。さっき電気工事施工管理技師って書いたけど登録してくれたのか。じゃあ次書きます。でも電気工事士、ね、施工管理もいるからどっち？施工管理8番にいるね。1日2回以下の基本してます。じゃあメム登録してくれたから書きますね。どこ施工管理だから8番かな。あ、間違えた。メムか10番電気工事士。8番10番どっちがいい？書きやすい方に。メムよしみ登録しました。よしみちゃんは航空管制官か。次書きますね。トラックドライバーは出た航空よしみさん書きます。次電気工事士と施工管理は全然違う仕事だよ。え、それさ、セット両方やってるってこと？メムさんは。ひとみさん清掃員です。測量士出ました？出てない。書きたいから YouTube チャンネル登録お願いします。よしみさんありがとう。書きました。お待たせしました。あと4人YouTube チャンネル登録してくれた方限定で書いてます。お願いします。自宅警備員。金型職人もまだ出てないから埼玉の豚書きたいな。ちなみにあと1人で4040人です。メムどちらかというと施工管理に分類されます。施工管理技師という人の電気関連専門分野。おお。施工管理。そうなんだ。背景美術してます。おお、背景美術も出てない。カメちゃんイラストレーター。イラストレーターも、アニメーターは出てるけど、イラストレーターはまだ出てないかもしれないな。忘れてた。赤で書くのごめん。メム。お待たせ。はい。入れたよ。入れました。タツノコ仕事に戻ります。頑張って。カメちゃんイラストレーターも書きたいから、よかったら YouTube チャンネル登録してほしいな。あと1人で4040人だ。あ、4040人だ。国家公務、あ、ルフィ登録してくれた。ルフィは測量士か。測量士ね。まだ出てないかな。国家資格ないと働けないやつ。女だけど、命張ってやってます。すごい。国家資格、かっこいいな。国家資録いいな。とっくの前にチャンネル登録してるよ、かめちゃん。ありがとう。よこちょ、旅客の運行管理者。半角。ルフィありがとう。金型職人、埼玉のブターン。あ、キムテヒョン久しぶりに見たかも。八助フォローありがとう。埼玉のブターン登録してよ。今は YouTube チャンネル登録してくれた方を書いていきます、はい、見て。スターバックス YouTube の、そう YouTube のしてくれるかな。クマ赤に戻ってる。青やめた。あのね、私のイメージカラー担当カラーが青だからね、青で描いてて。すましちゃんは私のイメージカラーが赤だから赤のそうなの、担当カラーがある謎にピンクっぽいけどな、ましちゃんピンク髪だったからじゃない。うーん、だったけどなんか暖色が好きかな。暖色は青が好き。暖色オレンジとか暖色好きだよ。え、一番好きな色何？青。あれ交換する？おもろ。青か赤かもな。でもどっちかっていうと、アメリカの色、アメリカンカラーが好き。はいはいはい。じゃあ白も好き？あ、うん。200色あるからね、白って。え、豚してくれた？一人増えてる。豚してくれたの？ブー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 どう？ブーブーしてくれたなら描きたいな。あ、したってやった。優しい。豚は金型職人って何？ちななんか金型はめるんじゃないの？なんかブヤーンってうゆうさ、ゲームトレーナーも出てないから書きたいな。豚ありがとう。埼玉の豚美味しいから好き。かわいそうに好きな色青でイメージ赤かい。面白い。小学校教員、小学校に出たね。あと2人集めてます。登録してくれると嬉しいです。YouTube、段ボール。紙機の型やで。段ボールで作るってこと？すごい。八助元長い。流れちゃう。ケン JS フォローありがとう。公開誌出たね。あ、出てないか。出てないかも。公開誌、なんか書いた気もするけどな。ガッティ出てないかも。漁師か。段ボールを抜くの。抜くの。あ、じゃあ段ボール型抜きみたいな感じってこと？段ボール金型職人。難しいな。今原宿の100個見つかるま店会見てた。ありがとう。ありがとう。職業100個見つけた。100個ちゃんと一緒に。豚そやでー。八助分けようか。せやねんせやねん。分けて。みんなあと2人。YouTube チャンネル登録してくれた方書きます。2人なので書いて、じゃあ名指しするので。長野メイの隣人と寿司チャンネル登録してください。お願いします。長野メイの隣人と八助は？八助登録してくれた？八助の職業何？元属塗装工。皆さんあと2人なんですよ。そうなんす。お願いします。チャンネル登録お願いします。あと2人お願いします。職業100個集めてます。 YouTube チャンネル登録してくれた方書いてます。あと2人お願いします。クマ名指しされなかった。クマはもう書いてるからね。保育教諭ミンさん、保育共有は保育地に入れたかな、確か。上がった、上がった。誰だろう、登録してくれた人誰。ウェディングプランナーも出てるね。ノリーフォローありがとう。北条屋さんフォローありがとう。あと2人 YouTube 職業調査隊って調べたら出てくるのでお願いします。皆さんの職業100個集めてます。100個集めてます。よかったら YouTube チャンネル登録してくれた方書きます。ノーリーチャンネル登録しました。ガッティ、ノーリーの職業を教えてください。犬はじめまして。はじめまして。犬の職業も書きたいのでよかったらお願いします。おでぶちゃん肉肉フォローありがとう。肉肉、よかったらおでぶちゃん YouTube のチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。 OT は出てない。 PAT と ST は出た。うお OT 書きたい、書きたい。犬揃うよ。犬よかったら登録お願いします。あ、43になった。今ね YouTube チャンネル登録してくれた方を書いてて、はい、山口の米屋ありがとう。ハートミー生活支援員ね。わあすごい、45になった。生活誰だろう、登録してくれた方教えてください。あと1人で100個目。あ、46になった。あと4人で、あ、47になった枠は一応空いておりますよ。そう、あ、犬登録してくれたの。お、優しい。 OT 嬉しい。あ、48になった。え、おでぶちゃんもしてくれたの嬉しい。おでぶちゃんの職業教えて。優しい犬ね、みんな優しい。え、あきさんも登録してくれたの。あきさんの職業も送ってほしいな。え、あと1人で4050人なんだけど。おでぶちゃん、あ、おでぶちゃん木村自転車屋、自転車屋だ。自転車屋さん。おでぶちゃんありがとう。自転車屋おでぶちゃん。犬書いてくれてありがとうだって。こちらこそありがとう、本当に嬉しい。秋自衛隊、自衛隊何自衛隊だ。まだね、空が出てないんだっけ。いや、海が出てないんだよね。ドム大工です。ありがとう。あ、八助もしてくれたの。もっとか、今の職業が知りたいな。八助、今何してるの。今の職業教えて。で、あきさんは何自衛隊だろう。3つ分けて書いてるんだよね。海が出てないけど。どっちでも教えてー。おー、そごっとあきちゃんいるかな。あきさまー、あきさまー、あきはまーいるかな。出てきてー。アレン、うんうんチャンネル登録待ってるよー。グループ企業、あ、清掃員だって。八助、お、八助、アレン、八助、アレン、はてな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 がどんどん増えていく。今ね職業100個集めてるんだ。八助、アレンってこのアイコンピカチュウ、これ何。ピカチュウ、ピカチュウか。カメちゃんはサブアカチャンネル登録ありがとう、すごい。カメちゃんなんだっけな、イラストレーター。そうそうそう、マッシュブーン最強。うわ、50になった。カメちゃんみんな優しいね。もう優しいよ。ちなみにベッドメイクもやってるよ。あ、メイクだもんね。すごい。ありがとう。しげちゃんフォローありがとう。式場カメラマンすごい。4051人になった。しげちゃんは林業なんだね。わあ、皆さんのおかげでいっぱい集まったよ。集まった。あきちゃんは何だったんだろう結局ね。何自衛隊いるかな、見てみよう。あき、あき、あき、いないかも。あ、いないかも。いないかもだ。わあ嬉しい。みんな52人だ。ありがとね。 YouTube チャンネル登録してくれてありがとう。ありがとう。次の配信は日月お休みで火曜日は外か木曜日だ。次やばいね、うん、木曜日です。みんな木曜日だよ。でもそう毎日TikTok 投稿するから見てね、うん、お願いします。でマイクラ歴2年、12年だった。マイクラ名前なんだ。あ、職業なんだ。ね、マイクラ書きたい。最後マイクラで締めようかな。マイクラ5個もアカウントで、ありがとう。名前と職業教えて。くま木曜日忘れちゃいそう。忘れないで忘れないで。マイクラ最後マイクラ書きたいからデイサービス。すごい5個もアカウント。マイクラ嬉しい。特大ハートいっぱいつけちゃう。元気だけなの。羽も生やして、あ、かわいい。ハートも漂わせてありがとね。じゃあ次は木曜日、静岡から帰ってくる日。ちょうどいいね待ってるよ。できたー。イエーイ。じゃあみんなありがとう。今日は無事に。じゃあね。またね。